左右ではっきり色の違うツートンカラーのロブスターがアメリカで見つかりました。専門家でさえどのようなメカニズムで生まれてくるのかはよくわからないということです。背中の真ん中を境に黒と明るやかにはっきり分かれているロブスター。この個体はアメリカメイン州で見つかりました。実はこのあたりでは、 去年から一般的な色ではないロブスターが次々と発見されているといいます。例えばこちらの青いロブスター、通常100万匹から200万匹に1匹の確率で発見されるということです。一方、ツートンカラーのロブスターが発見される確率は100万匹に1匹とも7000万匹に1匹とも言われ、どのぐらい珍しいかすらはっきり分かっていません。今後 ニューイングランド大学の教授らが DNA 分析を行いこのミステリアスなロブスターがどのくらいの確率で生まれるのかを研究するということです。